数式で一瞬に描く曲線と曲面。No plot for。 少し陥没した蔵の形。数理プログラムで座標データを作成し、座標間を線で結べるプログラムに読み込ませ、データを変換して、サンディー図形プログラムで見やすくした画像を見ていただきます。変数で変化する画像が面白いところです。まず、変化のない平面グリッドがこの図形です。これに変化させるのに数式を使うと、一瞬で変化したものが描けます。では、少し陥没した蔵の形を作ってみます。これを見てください。この図形はこの数式。基本式は。これをマクシマのコマンドで表すと、となります。計算された値を txt ファイルに書き出すには、を追加すれば書き出せます。また、CSV ファイルにしたい場合は、ファイル名 .csv と、拡張子を変えるだけで済みます。まとめると、この図形は A、3、B、2で作成されたものです。これをベースに係数を変えた図形を見ましょう。係数のそれぞれを A、5、B、2とした図形がこれです。高さが変わりました。次に、係数のそれぞれを A-5、B-2 とした図形がこれです。前の図形が反転したものになりました。このタイプの最後に、係数のそれぞれを A-3、B-5 とした図形がこれです。下が極端に深い図形になりましたね。このように数式を操ることで曲線、曲面を簡単に再現させ、変化させることが可能です。今回は少し陥没した蔵の形を作りました。以上です。